6月27日能登町のつくも湾で日本航空高校石川の海洋実習が行われました。能登の海は海藻が豊かです。でその海藻に集まる魚が来て自然環境をね、学ぶ上でも直に触れてね、いい思い出を作ってもらいたいと思います。この春入学した1年生のうち183名を対象に初めての試みとしてスノーケリングによる海洋実習が行われました。4日間に分かれて実施し、初日の参加は30人余り。ウェットスーツに着替えた生徒たちはスノーケルやフィンを持ってポイントへ移動。つくも湾の海の上を歩ける短礁路を渡ります。ほとんどの生徒がスノーケリング初体験。何をするにもおっかなびっくりです。ちょっと冷たいね。浮いてる、これ浮いてる、浮いてる、浮いてる、浮いてます。まずは浮き方や立ち方などの安全講習を受け、しっかりとゴーグルを装着。フィンをつけたら本格的なスノーケリングにチャレンジです。奥能登の海には200種類以上の海藻が生え、国内屈指の広さを誇る藻場が広がります。え、食べるの？ちょっぱめっちゃ美味しくない？うまい、めっちゃうまい。ゴミとかがちょっと多いなと思うんですけど、みんながそういうゴミポイ捨てとかやめれば絶対また綺麗な海が戻ってくるので、綺麗にしていきたいなって思いました。自然をもっとこう知って、そんでこう守りたいっていう気持ちが出ました。この能登の海っていうのはすごく海藻がたくさん生えているので、その海藻にいろんな生き物がこうくっついたり生活のまあ場として過ごしているっていうところをまあ見てもらえたらいいかなと。今日はまあ非常にいろんな生き物を見られたんで、まあ良かったのかなと思います。せっかく来たのだから能登のこの素晴らしい海を知っていただきたいと。自分たちの、ね、日常生活しているところが、少しでも、ね、美しくなって地球環境が守れれるような、そういう認識を持った子たちになってくれるといいなというところです。能登の海の豊かさを実感し、海の未来を考えた一日でした。この番組は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環です。海と日本。